いらっしゃい。ほう、連れか。俺、春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。さて、まずは軽く一杯いくか。はい、喜んで。 夢を追って傷ついて、嘘が
極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けられなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろうが。 極道の世界に敬意はねえ。俺はな、キリ、指の一本や二本なくそうが、天野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが
I'm